台風2号に関する情報をお伝えします。台風2号はこの後フィリピン近海で勢力を弱めていくというふうに見ています。まず最新の雲の画像から見ていきたいと思います。フィリピン周辺の雲の様子を見ていきますと、台風2号は現在フィリピンの近くにありまして、このように少しこう雲にまとまりがないような状況です。最新の台風情報を見ていきますと、台風2号は今日11日の3時現在フィリピン付近にありまして、ほぼ停滞したような形となっています。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルとなっています。この後もこの台風はフィリピン付近で動きの遅い状況となりまして、あさって13日の水曜日には熱帯低気圧に変わるというふうに見ています。このため日本付近への直接の影響はないというふうに見ています。なお最新の台風情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。